もっと聞いてね MBS 引っかかるその裏側にこだわる報道するラジオ。 こんばんは水野明子です今日は早速こちらのニュースからお伝えしていこうと思います上田孝之アナウンサーですこんばんはこんばんはお願いしますお伝えしますアメリカのトランプ政権が北朝鮮の核ミサイル開発放棄を条件にえ北朝鮮の体制を保障し金正恩朝鮮労働党委員長をアメリカに招いて首脳会談に応じる用意があると 中国政府に伝えていたことが分かりました中国はこれを北朝鮮に伝えた模様です、はい、トランプ大統領は1日にブルームバーグ通信のインタビューで金正恩委員長と状況が適切なら会うというふうに述べていましたはい、えー。今日のお客様は朝鮮半島情勢にお詳しい大阪市立大学教授のパクイルさんですパクさんこんばんは よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、このニュース、まあ、あの、つい先ほど入ってきたニュースなんですけども、どんなふうに受け止めますか。うん、まあ、ビッグニュースですよね。えー、あの、従来から、あ、まあ、米朝関係は緊張してるんですけども、水面下で中国を。まあ、仲介して、えー、米朝協議をやろうという動きはあったんですけども。うん これほどまあ具体的にトランプさんがキム・ジョーンに直接会おうじゃないかという申し出をしたというのは、えー、まあリップサービスの部分があるにしても大きな前進ですよねこれあのアメリカにキム・ジョーン氏を招いて首脳会談に応じる用意というふうにあるんですが、うんですね、これをキム・ジョーン氏から見たらアメリカに、まあ、行かなきゃいけないとも取れますよね。うん、これってどううなんでしょう まあ、あのこの会談の難しいところはまずこのアメリカに来いと、はいまあ、キム・ジョ恩ンはご承知のようにお父さんと同じで飛行機には乗る,乗ることができない、えーまあ、恐怖症なんですねもうあの狙われるんじゃないか、はい、という意味で怖くて、ねはい、飛行機にはも乗乗らなないいれ鉄道にも最近乗ってませんしね。 とととにかくあの世界の史跡とまだあったことは誰もないんですよねうでもう一つあの困難な障害となるのはこの核・ミサイル開発の放棄ということを条件にしていると、はい、これはもうおそらく北朝鮮としては核保有国であることを認めてほしい一点張りですから。 まあ、た多分中を取ってですね核・ミサイルの凍結開発凍結という言葉であれば、うん、歩み寄りの余地があるかもしれませんけど放棄ということを条件にするさらにアメリカに来いということであればなかなかこれはやっぱり実現が難しいんじゃないかなと思いますね。うんまあ、例えばあの鉄道で電車にに乗って中国に、はい 前も移、ねはい、動あありましたよね、はい、あんなふうにこう中国に集合しましょうかってトランプさんも中国に行きますわみたいなそんなことってどうなんでしょうそれは一つの可能性としてはあるかもしれませんねトランプさんが中国に行き中国にえ中国に金正恩が列車で来るあるいはそのロシアでプーチンが仲介して会うというようなことは可能性としてあるかもしれませんがまずアメリカに行くことはないでしょうね。 アメリカに行くということはやはりキム・ジョーン氏としてはプライドという意味でもできないプライドということもありますけどとにかく飛行機に乗るのは怖い人なんですよ、ね、そうなんやこれねじゃあ結局これはあのアメリカは提案したけれども北朝鮮側から断ると あるいは拒絶といいううようなうあるいはあの全く無視するという可能性もあるんですけどねあ<ー>まあいずれにしてもあの米朝中会談に一歩近づいたことは間違いなくて、うんえー、これはまあ 会談が最終的なゴールですけども、はい、まあ水面下では多分側近が何回か会うということになっていくでしょうね。今ヨーロッパにね北朝鮮の当局者も出かけてる、はい、そしてアメリカの政府、はい、直接ではないけれども元国連大使らが出かけて、はい、ヨーロッパでこう水面下で話し合いが行われるんじゃないかっていう情報はそれも出てますよね。 アジアも世界を舞台にしてこの米朝中のねあのまあ取引が行われているようなんですけど私はまあ一つの可能性としてはやっぱりあのアメリカのトランプ大統領が 行ってですね、行くことはちょっと難しいと思うんですけど、例えば副大統領とか、あるいは国務長の長官、これがまあ電撃包丁して金正恩と会ってですね、話をするということは十分にあると思いますね。え、まあそれは北朝鮮としても願うところだという、そっちに向けての末面下の交渉があるのかもしれない。九十四年の枠組合以来の可能性が出てきたということですよね。ああ、電撃的に良き方向に向かえば。 そうですよねうんこれが決裂するとまたあ、まあまあ、関係が悪化するということも十分にありよりそれがまあ核実験につながるということもあるということなんですよね。だからこれがちょっと、まはい、間違えますと、えー、逆に緊張は高まっていくとこれは非常に微妙なバランスですよね。 これにどういうふうにこう対応していくかというのは大変注目されるところですね、はい、え今日はですねそうしたその北朝鮮問題のお話も含め、えー、韓国大統領選が明日に迫ってますのでそのお話も今日パクさんに後ほどゆっくり伺いたいと思いますそしてパクさんあのー、日本はまあゴールデンウィークずっとありましたが、はい、やっとこさ日本の政治も 本格的に今日動き出しましまたで、ね、で今日は国会の審議でどんなことが今日話し合われたのか、まあ、あの具体的に音も聞いていただきながら皆さん、はい、え聞いていただこうと思ってるんですが、まあ、休み明けの頭でね国会審議ずっとチェックするのって私もしんどいなっていうか興を感じましたけど、うん、だけど報道するラジオはもうポイントを押さえて分かりやすく、はい、ああなるほどなというふうに分かっていただけるように、えー、お伝えしていこうと思っております。 内容を聞いていただくとえー、一体どんないなってんねんといういくつかの疑問皆さんいろいろお持ちになるかもしれません、えー、どうか今日はですねパクさんにこれ聞きたいねんとココンとご質問したいねんとお思いになる質問も含めてご意見などお寄せいただこうと思いますご質問ご意見ファックスメールでお寄せくださいファックスは大阪066809の 九零九零零六六八零九の九零九零。そして e. メールの場合は、報道するラジオの方です。H. O. U. アットマーク M. B. S. 一一七九ドットコム。方アットマーク M. B. S. 一一七九ドットコムでお待ちしております。今週の報道するラジオ、まず最初の特集テーマです。安倍総理は何を語った。っ ここ。 国会で集中審議改めてゲストは大阪市立大学教授のパクイルさんですどうぞよろしくお願いいたします,ししますえー、そしてパクさん今日は国会の衆議院での集中審議いろいろと聞いていただくんですが、はい、こちら、えー、いろいろと説明、えー、紹介してくれるのは上田孝之アナウンサーです上田さん改めてじゃあよろしくお願いしますはい、今日国会で集中審議が行われたわけなんですけれども、はい、今村前復興大臣の辞任を受けて開かれるということで になりましてテーマは安倍内閣の基本姿勢安倍総理も出席で行われたということになりました、うんはい、野党が追及したのはやっぱり森友問題なんですね、はい、え今日は民進党が籠池氏を参考人として承知するようにということで求めたんですが予算委員会の理事会で認められません認められないんだ、はいはい、で籠池さんは傍聴席で見守っていたと うん、いう中予算委員会が行われました、はい、民進党は4月の28日に籠池さんから聞き取りを済ませていますそうそうゴールデンウィークに入る直前でしたよねそれはあの去年の3月の15日に籠池夫妻と財務省の田村国有財産心理室長の会話の録音について、うん、はい えー、この聞き取りが行われましてテープが出てきました、はい、この中でこの田村国有財産心理室長という人は、うん、えー、籠池夫妻にえー、売却ではなく当面はその土地貸し付けというふうにしたその契約について、うん、特例だと特別な例特例だということを何度も言ってました何度も言ってましたねはいでこのテープについて、はい、録音が本物かどうか っていうのを財務省はこれまで調査をすること、確認することを拒んできたんですけれども、はい、今日初めて当日のやり取りを記録したものだというふうに認めましたやっとこ,さこのテープは本物だと認めたんですね、うん、財務省が。そもそも安倍総理なんですけれども、私か妻がこの問題に関係していたら、まあ、総理大臣も議員も辞めると。うん いいう,うに話していましてまたよね、はい、なので、これについて、福島議員が安倍総理に質問しているという声をまずお聞きいただきますで籠池さんに何でこれまでね、交渉がうまくいったのといろいろ聞きましたよ、どんな政治家を使ったのか、いろいろ聞いてもです、ね、出てくるのはやっぱりですね、安倍昭恵夫人の名前なんです。籠池さんは この小学校建設プロジェクトの進捗状況については、適時です、ね、総理夫人に報告している昭恵夫人との電話回数というのは、家内の方は2時間か1時間ほどしておる1回2時間も1時間もです、ね、話していると、この回数は数えきれないんじゃないですかね、20回は当然、超えるんじゃないでしょうかということをおっしゃってます。秋夫人はですね 森友学園が財務省と厳しい交渉を行っているということを認識しながら、その最中の平成27年9月5日に名誉校長に就任してるんですよ。単なる名誉職というよりは、言ってみたらズブズブの関係ですよ、安倍昭夫人は森友学園の身内なんですよ。そうねねやややっっっぱりり、ね、りこうててて国有財財産の取取得をを務省とやり取りをしている最中に首相夫人が その学校の名誉校長に就任するっていうのは、不適切だと思いませんか安倍内閣総理大臣。まあその前にです、ね、ずぶずぶの関係とかいう品の悪い言葉を使うのはやめたほうがいいですよ、まあ、それが民進党の支持率に、民進党の支持率に現れているんですよ。はっきり申し上げてね、誰もそういう姿勢は支持しませんよ、私も親切に申し上げているんですけれどもね。 加古池市の証言に基づいて、それを信用して、一方的に発言をしているわけで、一方的な発言をしておられるわけでありますが、例えば、安倍晋三記念小学校ということについて、私はすぐにお断りをしたということを申し上げましたよね。 それに対して、籠池氏はそれをすぐにではやめたとこうおっしゃっていたけど、それから1、2ヶ月と証言が変わり、さらには1年数ヶ月使っていたということであります。それを使っていたんであればです、ね、これは大きな問題、これかなり大きな問題だろうと思います。私は断っているんですから。で私は一方的な籠池さんの言い分だけが通るのは、本当によくないと思いますよ。だからこそ そうじゃないと否定するんだったら、安倍昭恵夫人が出てきて、この場でそう説明すればいいんですよ。私は相当、この問題についてはです、ね、かなりのことについても誠実に答弁をさせていただいておりますよ、誠実に答弁をさせていただいているにもかかわらず、一方的に籠、ね、池さんに成り代わって、ここで避難をされているのはです、ね、いかがなものかとこういう,うに申し上げているわけであります。 安倍総理は誠実に答弁をしてますよというふうに今語っているんですけれども。これはあの、えっと上田さん、ええ、民進党の福島議員に対する答弁ですよね。ええ、パークさんどんな感想を持たれました。うんもうこの問題はもう何度もね、ニュースで取り上げられてるんですけど、やっぱりどういうふうにこう考えても。 安倍昭恵さんがあその名誉校長に就任しているところからです、ね、財務省はその昭恵さんに忖度してです、ね、いろいろ便宜をその図ってるんじゃないかというふうに疑われても仕方ないような事実ばっかり出てきますよね、はい。しかしそれを民進党はちゃんと攻めきれてないというのがもやもやしている状況じゃないですかね。ななんとととく同じことは繰り返されているといる 答弁がね、そこは残念ですよね。うん、あの世論調査でもね、秋英夫人の説明を求める人たちは多いんですね。うん、で、今の形で説明がちゃんとなされていると考えてないっていう人も多いんです。はい、そういう意味では世論は野党の後押しをしている格好になってるわけですよ。そうですね。そこが例えばですね。えー この方はねラジオネームコーラル3号さんっていう方え今日の国会を聞いてても野党の論戦ベタが気になって仕方ないんですよ、これだけ総理に責める材料があるんやけども、うん、なんかいなされ、かわされごまかされているのは情けないですという感想を送ってきてくださいました。うんうん うん結局昭恵夫人を国会に呼んで、えー、事実をずっと聞いていくっていうことは安倍さんとしてはどうしてもやっぱりしたくないんですかね 安倍さんというよりも安倍総理がそれにストップをかけているような気がするんですけどねまあ私はあのやっぱこれと似た事件としてはあのパック・クネさんとチェ・スンシルさんのねあれに迫った韓国の状況を思い出すんですけどもしこれは韓国であれば検察が動いてる感じがしますよね。検察がすでに動く段階には入ってると思うんですけどね。ななぜ日本はこのような えことがずっと繰り返されているのかなというふうになんかちょっとモヤモヤしますねあの検察はそれこそかつてはね、うん、もっともっと大きな権力に向かって、えー、きちんと動くんだというイメージを、はい、日本でも多くの人が持っていたかと思うんですね、うん、そのイメージがだいぶちょっと違ってきてるんじゃないかなと思うんですがです、ね、韓国ではそのあたりは厳しいもの残ってるんですか えーまあ、韓国でも検察が一時安倍朴槿側についてるということで民衆から相当批判を浴びたということは逆にですね、えー、検察が動かざるをえなくなったということありますから。 やっぱりそういう意味ではやっ,ぱりあのやっぱり日本は韓国以上に三権分立がしっかりしている国ですからね、うん、ここら辺でやっぱりあの検察の力を示してほしいというふうに私は思うんですけどね。検察ももちろんですけど国会でもねやっぱりもっと事実関係が明らかにならないといけないと思うんですが、うん、国会にその事実関係を全部明らかにするような調査能力が こう今モテてないというこのあたりどこですか。うん、やっぱり国会自身があの機能してない状況が,が見えますよね。うん、この問題起こってからもう数ヶ月経ってると思うんですけども、うん、もう証拠は随分上がってるにもかかわらず。はい ほとんどこれが、まあ、安倍総理はこれのらりくらり交わしてるということですからやっぱりもう少し、えー、事実関係をしっかり示して誰をこう責任を負うのかということをしっかり示してほしいですよね。まあ、昭恵さんだけがおそらくその犯人ではないというふうに私は思うんですけどねいろんなこれは財務省の責任とかもあるんですけど、まあ、ほとんどはこれやっぱり安倍昭恵さんに忖度して、まあ、もっと言えば昭恵さんの ご主人に忖度して動いてこういうことが起こってるわけですからそのシステムを改善しないとまた同じようなことが必ず起きますよこれは。そのためにも、うん、明らかにしていかなきゃいけないで国民はそれを望んでる、うん、しかしながら国会でそれができないというそうですよね、うん、こういう状況が続いているわけですよね。うんえー、森友学園問題についてはあの引き続き続 それとですねあの籠池さんが今日傍聴席にいたわけですけれどもあ、はい、あの佐川理財局長も、うん、おしゃべってましてでその中でこのテープの中に出てくる田村国有財産心理室長がこのテープの中の会話の詳細について記憶にないというふうにしているというふうに答弁したんですけれども傍聴席の籠池さんはそれを聞いて、うん、えっと <laughs> 不服そうに大きな声を上げたと。うん いうことでした。はい、そして、えー、民進党の福島議員は籠池氏と安倍昭恵氏の証人喚問を求めています。はい、はい、そして次同じ森友問題なんですけど、民進党の宮崎武志議員の質問に移ります総理夫人好きの職員についての問題です。安倍昭恵総理夫人は法人化私人かどっちなんだということが問題になっていました。 国家公務員、まあ、官僚のお付きの人がいるということでしたよね。うん、で、この問題で民進党の宮崎議員が安倍総理に質問する声をお聞きいただくんですけれども。 最初は官房副長官の萩生田光一氏が答えまして、それに続いて、安倍総理と宮崎議員のやり取りこれあくまで、えー、と民進党の宮崎さんは、安倍総理に質問してるんですね、はいはい、ところが安倍総理ではなく、萩生田副官房長官が出てきて、最初、答えてるという場面、はい、いうことなんです、はい、その音声をお聞きください、はい、前回の参院選で、ですね昭恵夫人は選挙応援のために全国暗婦をされています。 えー、そしてそこにです、ね、総理夫人好きと呼ばれる職員を同行させています、これまでの答弁で、夫人好き職員の交通費はです、ね、夫人側の経費で賄われたというふうにされています、夫人側ってなんでしょうか、この場合、現金渡したんじゃなくて、切符を渡したっていうんですね、切符を渡したと。じゃこの切符は誰が渡したんですか、その職員に萩生田副官房長官。 夫人の私的活動に職員が同行する場合の交通費は、自治体等により負担される場合を除き、総理夫人の申し出により、夫人の私的経費によりまして、負担をしております。お金はですね、安倍夫人そのものの個人経費から支出をしておりまして、個人,個人です、自由民主党や安倍事務所のです、ね、政治資金から支出はしておりません。まあ、夫人付職員はですね 以前、外務省と平壌の非常駐者一人だけだったけれども、安倍内閣で五人に増えたということです。まあ、三人はですね、まあ、もともといました外務省の非常駐の方。で、二人はですね、官邸に常駐させるために、まあ、経産省から移動させて新設をした、まあ、常駐の職員ということにあります。昭、え、恵、ー、さん、あの、私を生きるっていう本を、 出してますけれども、その本の中で,です、ね、完全に私的な活動もあるということで言っているのが、空き家農場ってやつですね、ところがその空き家農場の稲刈りとかです、ね、田植えにも骨格を重い一般職の方、同行させてるんですよ、これ、明らかにおかしいですよ。ですからね、もう少なくともこの経産省から来ている常駐、こういう立場の方は、廃止を。 された方がいいいんんじゃないかと私は思うんですよ見直しされるお気持ちありませんか総理あの、まあ、先ほど、農場についてのお話がありましたが、えー、その際ですね、えー、ケネディ大使がそこに来られたわけでございます、ですから当然、その切除、対応がございますから、あ外務省のです、ねえー、いわば頭が行くのは、私は当然のことではないかと思うわけでございまして、そうしたことはよく起こりうるわけでございます。 その際ですね、ずっとこの同行している者も,のもですね一緒に行くということは、これ、ありうることであろうと、こう思うところでございますし、宮崎君全然お答えになってませんよ、総理。だって、ケネディさんが来てないときも、秋恵農場ずっと行ってるじゃないですか。考え直しましょうよ、この2人の常駐職員、経産省出身の方、いかがですか。安倍内閣総理大臣 ただまあ私も今、すべてをですねつまめらかにえ承知をしているわけではありませんが、宮崎さんのようにですね全否定されるのはどうかと、こう考えたところで、全否定されることはどうかと思ったわけでございまして、s n まあ現在、官邸において、どういう仕分けが,でが必要かということについては、考えていると、検討しているというふうに承知をしております、はい、えリスナーの方がね、 月見ん子さんってラジオネームの方なんですけどおっしゃってて安倍総理は昭恵夫人について詩人だとおっしゃってますけど限りなく公人に近い詩人だと私は思うんですよと今の答弁、パクさんはこれも従来から問題になってるんですけどその例えば海外でも大統領夫人でありますとかいわゆるファーストレディーですね。うんはい このの総理のまあ奥様これをその活動をですね都合のいい時がまあ都合の悪い時にこの私的な行動と公的な行動が都合のいいように安倍総理は解釈しているというふうに思いますからもう完全にその大統領夫人はまあ公務ということを考えてやるならば えその職員をつけていいんですけども私的な行動とする場合は完全にこれを外すという線引きをどうするかということをこれ、まあ、先ほど安倍総理は仕分けという言葉を使ってましたけどそれがま曖昧な状況があるからこういう事態が起こってると私は思うんですけどね。うん、さっきの答弁の中で出てきた秋き農場の田植えにも稲刈りにもその国家公務員が。 一緒に行っっててると、うん、それが問題だっていう話でね、うん、もちろんそれは一つの問題なんでしょうけどそれ以前に私が思うのは選挙の応援に昭恵、はい、夫人が行ってはる、はいはい、そこに国家公務員がついていくって、うん、これ そうですよねんんすこれはやはりあの選挙の応援は昭恵夫人の私的な行為と説明しながらそこに同行するのは公務と位置づけてるのはこれ矛盾しますよねこれはあ,のあまりにも強引な解釈だと私も思います。これをまたちゃんとその野党が攻めていかないといけないんですけどねこれここ国家公務員がその政治的な行動は。というこのもう法律 ルールがあるわけで、うん、そことの関係はななそこで会うとと普通はなると思います、ねうん、そこの話をちゃんと詰めていかないと、うん、なんかあの交通費を誰が出したんかみたいな、うん、そんな話でえこの答弁は終わってしまうのかいなというふうに これはやはり重要な問題ですよねこれもっとちゃんとマスコミも糾弾しないといけないと思うんですけどね、うん、この部分をね。もっとね言うと今ので言うとねなんで、えっと、その常勤でお月きになってる人が5人に増えたのか増えて5人になったのかとか,、はい、かどんな場所にこれまでどんな立場で出張したのか、うんうん、全部の情報を公開しなさいと言うて、うんうん、野党は どんどん言うていったらええんちゃいますか、うん、どこですか？あのやっぱり一番この答弁の中で私ポイントだと思うのは、はい、その夫人である昭恵夫人が選挙応援に行くときに、うん、その誰のこれが判断でその応援に行ったのかという答弁あったじゃないですか。はいえー、それに対してそのまあいわゆる安倍さん側が これはあの職員の単独の判断だったと全部これ職員にこう責任なすりつけてるでしょうこれはもう森友学園のずっと今までのあれ全部その財務省の責任なすりつけるとかですね職員が単独で判断したいんやとそういう言い訳をするしてるわけですよところがその職員がこんなものを昭恵夫人とか安倍総理の頭ごなしに勝手に判断するはずがないんですよねこれありえない話ですよね勝手に判断したらあかんなんちゃいますがまそんなやったらもうでですすわよ <laughs> ありえない、はい、です、うん、誰が判断したんだというところをちゃんと明らかにしていかなきゃいけないですう結局、まあ8億円ディスカウントで国有地が払い下げられたのはなぜだったのかという話はもちろん今日は出てこなかったということになってしま,いましそこの本質的な話にはもういかないまま<う>明らかにならないままずっと来てるんですよね。そうですよねはい えー、続いていきましょう、えー、この連休中に驚いたことが一つありまして、それは安倍総理のです、ね、憲法改定についての発言ですあの。憲法改正を求める集会にビデオメッセージを出したんですね、でそのビデオメッセージの内容なんですけれども、えー、簡単にまとめて説明すると、オリンピックがあります、2020年、この2020年には新しい憲法を施行するという、そういう年にしたいということ。はい それから憲法9条の1項、2項を残しつつ、自衛隊を明文化するということ項を作るです、ね。ということですね。はいはい、それから教育を無償化することなどなんですね、はい。読売新聞の単独インタビューにも答えておりまして、これについて民進党の長妻議員が質問しています。そのの音をお聞きくださいい憲法の問題でございますけれども 総理がです、ねえーまあ、私からすると、ちょっと唐突感があったわけでございますけれども、2020年までに新憲法を施行というふうにおっしゃったわけでございますが、これの真意を教えていただければと思います。安倍内閣総理大臣、あの私は今この、この場には内閣総理大臣として立っているわけでございまして。 予算委員会はです、ね、政府に対する質疑という形で議論が行われる場であろうとこう思うわけでありますが各党が憲法について議論する場が設けられているの,でのはです、ね、これは憲法審査会であろうとこのように考えるわけでありましてそこでご議論をいただきたいとこう思う次第でございますで一方です、ね、私が今回公敢憲法フォーラムにおけるビデオメッセージ等を通じて 自民党総裁としてですね、憲法改正についての考えを公にしたもの、したのはです、ね、国会における政党間の議論を活性化するためのものでございます、大いに国会両院の憲法審査会において、各党間でぜでひ、ね、議論をしていきたいと、こう考えているところでございます。長妻明君いやそ,それれだだけけででですか答弁い <laughs> いやいやあれだけはっきりとです、ね、何で国会で おっしゃらないですかそうするとです、ね、自民党の、例えば9条、自民党憲法草案の国防軍とか、あるいはです、ね、公共の福祉という文言をですべ、ね、て公益および公の秩序に変えるとか、あるいは憲法97条のです、ね、基本的人権の尊重という条文をばっさり全部削除すると、こういう自民党の憲法草案についても総理といろいろ議論しましたけれども、今申し上げたこの3つの観点については、もう取り下げると。 自民党憲法草案の今の主要な3点については取り下げると、こういう認識でよろしいんですか安倍内閣総理大臣。これ、繰り返しになるんですが、私はここは内閣総理大臣としてえじ立っておりですね、いわば私が答弁する義務は内閣総理大臣として義務を負っているわけでございます。自民党総裁として,て,としての考え方はです、ね、相当詳しく読売新聞に書いてありますから、ぜひそれを熟読していただいてもこい,いいんだろうと。えーこれは ラジオネーム2代目道之助さんがくださったんですけど、えー、党総裁としての考え方は読売新聞に書いている熟読していただければという、えー、安倍さんのお答弁はさすがに予算委員長が注意したんですよねと不適切だというふうに注意を総理は受けていいます、はいえー、パークさんはどんなふうに。 うんやっぱりもともとのこの2020年に憲法改正って突然その安倍総理は言われたような気もするんですが結構まあ安倍総理自身はやっぱりこれなんかカード勝負に出たなっていうか、ね、勝負のカード切りましたか。はい、でこれやっぱり解散を匂わせてますよね<ー>解散次の選挙で国民の信を得たら一挙にこっちの方に持ってくるということで。 まあこの野党が切り込んでる例えばその自衛隊とか国防軍とかここら辺がその憲法9条の重要な部分なんですけどこれをあとしかし国民の真意が得たとしても2年たらちょっと足らずの間で国民全体の合意が得られるのかというのはかなり無茶なあの。 議論だと私は思いますねうん、あの、うん、南海ポークスさんっていうラジオネームの方は会見の日程って総理の独断で決められるもんなんですか、うん、どんな権限があって言えるんですかねえっと、うん、そうした発言かかこうした発言はおかしいんちゃいますかというふうにくださいましたね、うん、でこうしたあの発言に対しては自民党内でも 不快感を示していいるる人がんんでですすねね、うん、そうな船田一さんがですね、えー、メールマガジンで出していたりしておりまして、はい、船田さんは憲法改正推進本部長代行というお立場ですその中で、えー、国会での議論の行く末とか期間を行政の長がこう規定するということにつながりかねないというようなことで危惧を示していると。うんうん ということなんですねやっぱりそのいくら自民党の,まあその総裁あるいは内閣総理大臣とはいえですねこういう言葉を軽々しくちょっと使うのはいかがなものかと、まあ、これに歯止めをかけられなかったら野党も結構終わりだと私は思いますね。ラジオネームさんという方はね日本国憲法第99条に、うん この国務大臣国会議員裁判官その他の公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負うって書いてますよね。<laughs> 憲法を一番守らななきゃいけないいけ人が総理大臣やっていう意味ですよねまあ言うたら <laughs> でそれはだからまあ私たち国民が憲法を変えようと発言してもいいですけど総理自らこんな発言して「えんですか?」というふうに <laughs> <laughs> 憲法に照ららしし合わせてご意見くださっった方もいらっしゃいゃますまあこれそ,そ,のその部分でも矛盾してますしこれやっぱりその9条の1項2項の部分ですよね戦力を持たないと言いながらこう自衛隊をここに入れてですね、うん、それをまあなんとかファジーな形で強引にはめ込もうとしていく自民党のやり方もそうなんですけどとにかくこう矛盾だらけの部分をまずかあのわ 時間の中で整合性を持つのことに、こう作り変えようとしていく。あまりにも、こう粗末な、この憲法、憲法をもっと大事にしてほしいですよね。やっぱり。大事にしなきゃいけない。そう、そうなんですよね。立場で、憲法って、もともと。言ったら、その権力者が。ライオンみたいに、ものすごい力を持ってるから。ちゃんと適切な檻の中に入っといて。ういうああいう檻ですよねすそ。そういうことです。だから、逆に、次の選挙は、すごく大事になってくるんですよ。<laughs> はい、次の選挙でもし、過半数得てしまうと。うん、安倍総理の、あの言いなり。 なるる可能性もあとということですからねライオンがその檻を自分の都合のようにこう緩く開けて外へ飛び出しちゃわないかという、はい、まあそういう見方をしとかないといけないのかなと思います。だから次の選挙でもしあの過半数になってしまうと安倍総理はこのままいくでしょうね。はあ はいはあ、エルコさんという方はね安倍総理がこの憲法改正に教育の無償化、はい、まあこれ高等教育の無償化っていうことを今回言ってるわけですね、はい、この教育無償化を盛り込もうとしてる狙いって何なんですかって,てんうんこれもいろんな党との,のね駆け引きがちょっとあると思うんですけどまあ逆にこの教育の無償化を餌にして、えー、この軍,<ー>軍隊の問題をまあそこで取引のに。 突っ込んんででううととしているといるうふうに私は思いますすけどねなこあの維新はこの教育無償化っていうことをずっと言ってますよね,、うん、ますねでまあはい、はい、一方では憲法を変えずとも教育無償化ってやれるじゃないかという議論もありますよね。だけどまあ言ったら取引材料のような格好に、うん、この安保の問題自衛隊の問題がなって なろうともししてるんだったらそこら辺を国民もやっぱりしっかりこう見ながら選挙に臨まないと大変なことが進んででいいるととうことですよねゴールデンウィーク中にも、まあ、大きなその気をつけておかなければいけない大きな発言があったということになりますね、今日まあ聞いていてあの、うん、やっぱり国会で知りたいことになかなか安倍総理は答えてくれないと。 うう答えててままませんよねね感じてしまいだから国会がどういう場なのかっていうのをもう一度ちょっとよく考えていただいて我々の疑問に答えていただきたいというふうに思うのと、うん、あとはもうそうなるとやはり、うん、大切な人もうちょっとこう承認喚問今日も名前出てましたので、はい、まあ総理の。 安倍昭恵夫人とか、うんうん、まあ、田村国有財産審理室長とか、まあ、ほにもいろいろいるわけで、うん、籠池さんもそうですけども。もうちょっとこう詰めて、真実を明らかにしていってほしいなというふうに思いますね。あ、それから、あの、自衛隊がね。アメリカの艦船の某。に出ましたよね。うん、これについても。 十分な情報が今日出たかというと、どうだったんですか。ないですね。はい、<ー>十分なあの、この間のいわゆるアメリカのトランプさんと安倍さんの電話会談の内容も。これはシークレットに、マスコミでシークレットされたんですけども。<ー>実はあの内容についても、あの、じえ、いわゆる日米の合同演習に関する秘密情報ですよね。うん、で、それを全くシークレットにしたまま、どんどん、つまり。 法律よりも先に日米の軍事合同演習が先に進ましていってるわけで事実化してるわけですからこれをそのマスコミに報道させないで朝日は一部これをすっぱ抜いてですね、うん、それがきっかけになって全部こうシークレットにしたんですがこれはどんどん怖いことになっていくと思いますそして今日も語られないまま。うん こうした国会の状況だというところ、えー、今日前半のところであぶり出していきました。 報道するラジオここからの特集テーマはパクさんに聞く韓国大統領選でございます。大阪市立大学教授のパクイルさん、改めてどうぞよろしくお願いします。お願いします。パクさんのご質問がいっぱい来ましてね。<laughs> はい、ラジオネームモンブランさんでございます、えー。フランスは若いマクロンさんだったんですね。うん、韓国大統領選明日、はいえー、今支持率高いって言われているムーンジェイン候補が当選する可能性が高いんですか。はい うん、まあこれは順当にいけばムン・ジェイン氏がなると思いますねただ問題は2位争いでして、はい、あのアン・チョルスさんがずっとムン・ジェインさんと接ってたんですけど、はい、一挙にその、まあ、あ北朝鮮に対する強硬姿勢を示す本ン・平さんという3位につけてる人が支持率を上げてアン・チョルスさんを抜く可能性が出てきましたから、はい、もしアン・チョルスさんが 3位で負けますと次の目がないと思いますね次の大統領候補にもなろうとしてる人ですからだから2位争いにもちょっと注目がいくんですけどね<ー>まあ文ン・寅ェインさんがなるのは堅いのかなというふうに思いますねじゃあその北朝鮮に対してどう思ってはる人たちがリーダーになっていくのかっていうところでね、うんうん、ラジオネーム原サイモンさんという方は、うん、北朝鮮が挑発行為を繰り返していることを韓国ではどんなふうに受け取ってるんですかその北朝鮮に和的な ムンさんが今のとこトップと言われている、うん、だけど第2位はもしかしたら北朝鮮に強硬派の方がなるかもしれない、うん、このあたりの 皆さんんの受け止め方はどうなんでしょう、はい、あまあだからおそらく日本の方は、はい、あの北の脅威が進めば進むほど強硬派が通るという単純に考えてる人が多いんですよ、ね、なところが実はですね、はい、これ過去の,その韓国の歴史をよく調べてみるとですね、えー、そのムン・ジェインさんが政策室長をやってたノムヒョンさんあるいはその前のキム・テジュンさんの、はいまあ、いわゆる進歩派政権の時代、うん、10年間。 それからその後のパックネさんとイ・あのイモンバクさんの,あの保守派の時代を比べてみると、うん、実はその。 北朝鮮に融和政策をしていた時の方が北朝鮮からの、まあ、挑発行為は少なかったと圧倒的に、えーあの。今度大統領になれるんじゃないかと言われてるムーンさんって方は、うんうん、言ったら革新系の最大野党の共に民主党の方だしこの人自体がノムヒョンさんのなんか影防止とかそう言葉で言われるううてたんですけどね。は 北朝鮮落ち着いてったんですかまあ北朝鮮に対するあのまあ融和政策具体的にはケソン工業団地を作ってですね北と貿易関係をまあ進ませるあるいは金剛山観光を推進してどんどん韓国から北朝鮮人が行くそういうことによってそのまあこれ太陽政策のイソップ物語の太陽政策ですけども北風か太陽か,北風か,太陽かというとやっぱ太陽でポ,ポ,ポカポカ暖かいですね、えー、まあ 手を差し伸べ例えでこれは実はやっぱりその政策的に北朝鮮が核とミサイル実験した回数を比べてみると融和政策の時代の方が圧倒的に北朝鮮が核とミサイルの,せあの実験をする回数が少なかったとこれデータ的にはそういうデータが出てますから必ずしも強硬策をすると北が黙るかというとそうではないとむしろ強硬策をすればするほど北は核とミサイル実験を繰り返すというデータもありますからやはり冷戦 自然に考えてみたらムンジェインさんのやっていうことも一理あるのかなというふうに思いますよね。<ー>そこら辺は韓国の人たちの間に考え方が真っ二つ言われているということです。は,<ー>はい。ただ2位にどなたがなるかということによってムンジェインさんが取れる北朝鮮対策っていうのは変わって ままあ、そうですよね、えー、やはりこれがあ、まあ、どれぐらいの票でムン・ジェインさんが通るかということなんですが、まあ、多分ある程度私はやっぱりチョルスさんと本ン・ジュさんにこれ保守層が分かれると思いますから、まあ、あの5割ぐらいの5割51か2ぐらいでムン・ジェインさんが通ったとしたらやっぱり半分の支持ですからその自分のやりたい政策がそのままできるかということはあ難しいんですけどやっぱアメリカの介入もありますしね。 うういにううにこの北のの北政策に干渉してくるのかだから今回もサードという高高度防衛システムをですね韓国に導入することについてムン・ジェインさんはあの批判的な態度を表明してたんですが。 アメリカはそれを恐れてもう先にサードを導入してしまいましたからね。もう大統領決まる前に、もう北朝鮮からのミサイルに反撃するための軍事防衛システムを入れて、そ,うそうれん,でほんで金くれとかいう話になってますよね。ううだからあの金くれというのもね、もともとはアメリカが負担するって言ってたの金くれというのは、これは、 ムンンジェインさんに対する金くれということによって<ー>アメリカの言うことを聞かないと金は払わせるぞという脅しなんですだからムン・ジェインがアメリカの言う通りにですね、はい、日米間で一体化してです、ね、強硬策をある程度取らないとお前たちは金を払わないといけないぞというそういうトランプの非常に巧妙なこれは政策なんですよね。 へえ。うん、でもそうやってムンジェインさんが大統領を選ばれて、はい、やっぱりトランプさん怖いしお金払いますとかなった時にムンジェインさんを支持した人たちはどう思うんですか。うん、いや基本的にはそのある程度そのまあムンジェインさんとトランプ政権とのまあなんというか合意形成がどういうふうにまあお互いのね情報ということで政策立案ができていくと思うんですけど、えー、やっぱりこれサードについてはこれは。はい 導入せざるを得ないと思うんですよ。もうこれは、もう今からいりませんというわけにいきません。からただこのサード導入したときに、問題は中国との関係改善をどうするのかということと。うん、あとこの費用負担ですね。はい、これをアメリカの言う通り払うのか。おそらくこれは。なんかでっかいお金でしょそう。ものすごい、えっと。 800億ぐらいの金が多分払わなきゃいけないんですけどこれも韓国の経済政策に投入すれば莫大な金になりますからむしろ若者の雇用対策が今回の争点ですからだからここら辺はアメリカと取引がやっぱり行われるんじゃないかなと私は思ってますね今回若者の雇用対策がメインなんですかそうなんですよ そんんなに悪いんですか<あ>韓国ではあの甘まもののやっぱ35歳前の,その失業率が過去最高の10%なんですよね。 でこの10%失業率10%ですね、えー、大学を出ても就職が、まあ、公務員と大企業に殺到しますから、うん、そこに泣いてもらえない人はまた大学で留年して永遠にそれを留年繰り返してどんどん失業率が高まっていくい、えー、あんなに学歴社会で勉強を一生懸命してはる若い人多いのに、うんうん、そうなんですよだから逆にやっぱりプライドも高くなりますからいいとこに行きたいということで余計そのやっぱり中小企業とかに就職しないんですよね。 だからやっぱり今回、面白かったのは対立候補のアン・チョロスさんが中小企業に就職すると,ですねえと2年間で1200万円のお金をですねえと払いますということを公約に掲げてですねあの日本円で120万円ほどですけどもこれは非常に面白い政策だなと私は思ったんですけどただ、こんなお金払ってしまうと先輩の方よりも給料が高くなってしまいますから。 中小企業の中で反乱が起こるんじゃないかと思いますしあそ,その、まあ、財源をどこから持ってくるのかまあムン・ジェインさんはあの公務員の採用枠を3%から5%に増やすという、まあ、あ雇用策 えー、雇用拡大策を掲げているんですが、いずれにしてもこういう政策で若者の票を得たものが今回当選すると、うん、前回はあの高齢者が圧倒的にパックネンさんを支持して当選して若者が選挙に行かなかった人が多かったんです。今回はあのパックネンさんを追い詰めた若者が投票に全部行きますから、やっぱりこの人たちの支持を得ないと通らないということなんですね。そうなんだ。うん、で結果的にね、その大統領選の結果が北朝鮮問題をどっちの方に導くことになりますか。 うん、私はやっぱり基本的にはやっぱりムン・ジェインさんは融和策に舵を切っていくんじゃないかとこれはやっぱりケソンパックネさんが突然中断したケソン工業団地を再開すると<う>ただ無条件で再開するんじゃなくてこれ再開するために北朝鮮に 核ととミサイルの凍結を迫ると思うんですその交換条件として北を融和を持っていくというのが文在寅さんのやり方ですよね核開発、放棄は無理でも凍結っていう条件でケソン工業団地を、まあ、再開しますということになれば莫大なお金が北に入ってきますから、はあ、北朝鮮もやはりこれは無限に断れないだろうと思いますしね、はあ、そういうやり方もやっぱり北を動かす一つのカードになってくるのかなと。 だから、あの強硬策一本ではなくて、やっぱり対話政策というものをやっぱり重視しているのが。ムンジェインさんのやり方だと思いますね。はい、まあ、日本との関係について、また。あの後ほど、パクさんお話しいただければと思います。